はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、サンタクロースです。さあ本日なんですが、まあそろそろね、あのクリスマスが近いということで、まあお相手の対戦相手のね方にプレゼントをちょっと送りつけていこうというふうに思ってまして、本日のプレゼントをご紹介しましょう。超魔人井戸さんです。はい、これ若津楽院とかで送りつけて、なんかバカみたいなクソムーブをするという動きがね今まであったんですけど、若津楽院というカードがね禁止化されまして、まあ結構しにくくなったんですよね、その動き。実質生きる若津楽院が追加されましてね、遊戯王マスターデュエル、まあ、新炎竜アルビオンって言うんですけど、これは、2番目の効果で相手のターンに自分相手の墓地のモンスター合計2体対象を取って、そいつらを特殊召喚できるっていう効果があるんですよ。だから井戸を、まあ、墓地に送っておけば、まあ、そいつを送りつけられるということで、まあ、生きる若津楽院なんですね。でしかもアルビオンが結構簡単に出せるんですよ。アルバスの楽院プラス、魔法使い光属性モンスターなんで、なんか適当にカルテシアの融合効果使ってもいいですし、まあ、アナコンダ使って楽園融合落としてもいいですし、結構簡単にいろんな方法で出るということで、まあ、ルベリオンとかアルビオンの効果でも出るしね。なので、まあ、こいつを盤面に出力しつつ井戸を墓地に送っておく、これが簡単にできるようになりました。で、今日は井戸を送りつけていくんですけども、ね、ちょっとね、上弦っていうモンスターの話をしたくて、その前に。上弦を、奨励術師上弦っていうね、このモンスターは光属性の魔法使い族で、一応アナコンダとか、あと楽園融合とかで簡単にアルビオンを出しながら墓地に送れるんですよ。だから一応アルビオンで上弦を、まあ、自分の場に特殊召喚するっていう効果も一応発動できるんですけども、こちらに上弦ってね、相手の盤面に送りつけるとフィールド上に特殊召喚されたモンスターを全部破壊するっていう効果が手札捨てると使えちゃうんで、これ相手の盤面に特殊召喚しちゃダメで、これ自分の盤面に特殊召喚するモンスターになるんですけども、そうするとまずね自分が展開できないっていう弱点があるでしょ。でさらに殴られます、こいつ1300しかないから、打点が守備力1300しかないから、普通に相手の通常召喚したモンスターにぶん殴られるんですよ。だからね弱いんですよね。これ上弦を送りつけるとかいう送りつけじゃないや、上弦を自分の場に特殊召喚する行為、これ弱いです、正直。やってみた結果ですね、これは。はい、で結局送りつける方が強いんですよね、アルビオンで井戸を。これなんでかっていうと、まずね井戸の縛りが上弦なんかより全然強くて、こいつ送りつけた場合はまず通常召喚、反転召喚、特殊召喚できないという縛りがありますね。まずそもそも相手モンスター出せません、はい、一切モンスター出せないで、さらにこいつが盤面に送りつけられるから、まあこれはまあ上限とかも同じなんだけど、拮抗勝負とか無限抱擁とか、まあ、そういうカードが打てないと。でそもそもねこいつがね無限抱擁効かないんですよね、アルビオン対象取れないんで相手の効果の。だからまあ無限抱擁効かないっていうこともあって、墓穴がなければこのギミックかなり決まります。でしかも井戸はレベル6の、闇属性モンスターなんで、グランギニョルで送ることができると墓地に。だから基本的にはですよ、基本的にはカルテシアが出るハンド、カルテシアとかまあ融合ヘヘプラス、まあ楽園融合につながるハンド、まあアルベルとか、まあキットとか、まあ何でもいいんだけどさ、この辺はまあその辺のムーブ、楽園融合につながるムーブができれば、このギミック決まります。だからで、ルートとしては、井戸をグランギニョルで送りまして、で、その他のギミックのところで、まあアルビオンを作るみたいな感じですね。一応カルテシアの効果もあるんで、相手のメインフェーズに、入っていいのであれば結構簡単に出ますし、まあ、一応、盤面アルビオンとグランギニョルっていう盤面になれば、その動きができるんで、割とどんなハンドからでも意外といけるかなっていう、まあ、そんな感じですね。はい、まあ、成功率そこまで高くはないんですけど、普通にこのデッキのいいところは井戸をピン刺ししておくだけでその動きできるんですよ。はい、普通の楽園デッキなんですね、見た目はほぼ普通の楽園デッキなんだけど、井戸ピン刺ししておくことによってそのクソムーブができるということで、なんかガチで普通に強いけどクソムーブもできるという、これがいいところですね。クソデッキのくせに強いっていうこれがこのデッキの一番いいところです。はい、というわけでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。決まらん、マジで決まらん、クソ妨害絶対打たれるから理想ムーブ取るのめちゃくちゃ大変なんだよな。なんか別にさ、井戸を送りつけらんなくても、まあ強いんでなんとかなってはいるんですけど、まあ井戸を送りつけたいんですよね僕、できる限り。あー、なんかなんもなそうじゃね、もうついに来たか、チャンス、ついに奇跡の、あ、これ手札上がるよ、いいな、コスト足りるな、これは足りる可能性あるな。で、グランギニョル、これまだ召喚権使ってないですもんね、俺。
ゼスピアン効果と、グランギニョル効果発動して、でグランギニョル効果絶望のモンスター超魔人移動墓地を来るぜ超魔人移動墓地を来るぜ。そしてデスペアの道家アルベルを攻撃、手札に加えてアルベルを攻撃表示で召喚効果発動。よしまた2ビリクレイか、また2ビリクレイだな問題なのは。そして楽園融合を発動。楽園融合の効果によりまあアルビオンですかね、ルベリオンとアルバスを墓地を送りアルビオンを融合召喚。そして楽園竜アルビオンのモンスター効果。これ楽園ストーリーってさ召喚ムービーめちゃくちゃいっぱいあるのマジで熱いよな。なんかかなり召喚ムービー多いんで使ってる結構楽しいテーマですね、まあ、とりあえず闇属性とアルバスをゲームから除外し、そして現れろ深淵竜ルベリオン。ルベリオンのモンスター効果手札を1枚墓地へ送り、除外されているまたは墓地のモンスターをデッキに戻し融合召喚を行う。ミラージエイドが来ると思ったがバカタレが甘いぜ何が甘いのか知らんけど、あらろ深淵竜アルビオン、これが最強盤面よまあ絶対ミラージエイド出した方が安定的に強いという話はあるんですけども、深淵の獣ルベリオンの効果を発動し、自分のデッキから失楽院を置かしてもらうぜ。よしこれでエンドだな。さあてめえのドローフェイズに世界を終わらせるカードを特殊召喚してるからな。さすがに獣か、断罪でもいいけどなこれ普通に。まあ獣かさすがに。はい、よーし、ドロフェイスか。ドロフェイ優先権、ドロフェイ優先権、ドロフェイ優先権、ドロフェイ優先権。ちなみにこの無限包容は来ません。アルビオンくんが、対象に取れませんので、深淵竜アルビオンの効果、相手のターンに自分が相手の墓地のモンスターを合計2体対象に取り、そのモンスターをお互いのフィールド上に特殊召喚するという最強の効果。これあげちゃうこれあげちゃう。ちょっとこれアルビオン蘇生しよっか。これあげちゃう。墓穴やめて。よし。キョ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 。出たーゴミモンスター超魔人移動。これあげちゃいます。さあおなんそんなモンスター召喚し大丈夫君。もうモンスター召喚特殊召喚反転召喚できないけど大丈夫。ああそんなモンスター出しちゃってかわいそうに。ギャラクシーハンドレット何ギャラクシーな懐かしいな。もはや久しぶりだったわ。まあ残念ながら君モンスター出せないけどね超マジいいととかいうモンスター出しちゃって。これちなみにね通常召喚できんからアドバンス召喚もできないんだよねこれ。はい、かわいそうになしかも気候勝負もライトニングストームも何もかも打てないからあの相手に送りつけてるからねこれね やっと決まったわ。さあお相手し何デッキかわかんないけどとりあえずこれイドロック一応デッキねえかこれデッキん、カルテ、サロに送る。いやこれ無理だな、これ普通に戦うわ。ちょっと一回あっやばい、これゼロ妨害にフィニッシュするもしかして大丈夫。ゼロ妨害フィニッシュあるこれいたー助けてーバゴーンくっそいやーなかなかやりますね。これはアルバスの楽園召喚しましょう。アルビオン、ルベリオン、ミラジェイドパターンですね。はい、でアルバスの楽園の効果、手札からザ・ビーステッド・サロニールを墓地に送って、相手のフィールド上の光属性モンスターと自分のアルバスで融合召喚。ふいードライバーは除外されてほしいからこうだね。そしてアルビオンを融合召喚効果発動、効果発動、効果発動、
ガンマ属性弱くね。あれ光属性の終わってたあれ。かわいそうにな。どうしよう。墓地へ送るカード。まあさすがにベリオンか。俺手札コスト切んないといけねえな。まあしょうがねえか。まあアルバスと、サロニールで手札コスト切らないといけない。まあこれカルテシアかな。カルテシア、まあ後で持ってくるからね。カルテシアの効果、ここじゃねえ。カルテシアのもう墓地送って、でミラジェイダーパイセン出して、はいはい、まあ、楽融合なくてもね、手札がまあある程度決まってれば、あとガンマとか打たれれば展開できるというところは見据えてよかったんじゃないですか。逆にでルベリオンを出して、よいしょって言ってルベリオン効果増。まあ獣ですかね。さすがに獣、まあ妨害なんでしょ。何 Z としてもスラクイン獣とかでもいいけど、いやまあこうだね。こうしてで断罪セットかな。送っちゃったね。断罪セットね。断罪セットでいいと思う。で設定、エンドフェイズ、いっぱい発動する。カルテシア効果戻ってくる。はい、でこれ起源持ってきてもいいな。いやこれ起源持ってきてもいいな。まあ断罪かな。断罪セットしてメラジェイド効果使えば墓地の、アルビュー戻せるし、まあ、メラジェイドリリースしてもいいしな。はい、これでいいわ。さあかかってこいよバカタレ。意外と妨害力はあるぞ。ガンマ打たれたけどな。メラジェイドで、1除外と獣で1破壊と、まあ、断罪で特殊化無効、さらに増殖する G となっておりますので、まあ、まずなかなかの盤面にはなっております。今現在一応見た目よりは強い。もうドロフェぶち込むわ。もうガンマどうせ降ってこねえから。もうドライバー行ってるし。何やるやろ、やるやないか。いいだろう、やるやないか。いいだろう。まあ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 、増字通んなかったぐらいは許して差し上げますよ。はい、そのぐらいは全然許して差し上げましょう。さあ一体何デッキなんですかといったところなんですが、ガンマ入ってるデッキは、アクシャトリラか。これ飛ばしたらいいね。これアライズから入ってくるの弱、アライじゃねえ、ライズハートから入ってくるの弱すぎるだろ。これ多分これでいいだろ。これも飛ばしたらいいだろ。フェンリルとかだ、絶対フェンリルから入ってくるから、これでいいだろ。なんかバースはありそうだね。バースはありそう。まあバースは獣で割ればいいから。はいはいはい、どうぞどうぞ、52どうぞ。はい、でバースこうか。もう普通に獣ぶち込む。はい、さようならしていく。では手札2枚と。さすがに大丈夫でしょ。さすがになんとかなると思う、これで。さあどうしますか。どうにもなりませんか。まあ多分フェンリルユニコーンないんでしょうね。よし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 オッケー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 。ガンマとかいう最強がぶち込まれたけど、まあなんとかなってるぞ。怪人竜バスタードの効果でデッキからクエムパイセンが特殊召喚されるぜ。いけクエムちゃん、特殊召喚。クエムちゃん効果発動。アルバス系のカードを1枚墓地送れるぜ。うむ、うむ、アルバス送っといたらいいか。とりあえずなんかアルバス送っといたら妨害になるからね、クエムは。まあ相手エクサリッキからモンスター出てこないと思うけど。あー、アルビオンくんね。オッケー、了承。ですね、まああとキル取ればいいんですけども、カルテシアちゃん出しましょうといったところで、よいしょ。ほんで、あとニビルケアしないといけないから、この間これであのニビルケア戦闘で負けた、ね、ニビルケアしないであのバカみたいに展開して負けたんだよね。バカみたいに展開して負けたから、ちょっと一回ケアしないといけなくて、カルテシアの効果発動します。いやこれスタペリアでもいいな。スタペリア出して、でミラジェイド蘇生か。1回2回、3回目だから、これで3回目か。はい、1回2回でクエム効果、ミラジェイド蘇ってきます。最強すぎました。オッケーオッケー、これで打点足りてるかな。オッケー、バトルフェーズなんじゃ、8000じゃないか。オッケー、バトルフェーズ。オッケー、ニビルケアもしっかりできていますと。
マジで皆さんね、調子乗って展開すると2ミリ飛んでくる環境なんで、これ結構飛んできますから注意してください。はい、調子乗りすぎは注意。対戦ありがとうございました。あー、なんもね、あの反動は悪くはねえからなんとかしたい。意外とさ、なんか手数はまあそこそこあるから、流送権限久しぶりに見たぜ。流送権限、双剣か、双剣すれば覚醒の双剣というカード追加された。ああ違う、全然違う、バンキッシュソウルラゼンだった。やべえ、待って、双剣入ってるバンキッシュソウルってあれじゃん、バンキッシュソウルじゃん多分これ。違う、バンキッシュソウルじゃないそれ、ジャオロン。はい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 、これあれじゃない、なんか多分だけど、これジャオロンが源流族だからみたいな話だよねこれね。なんか一回動画にした記憶ありますが、ジャオロンの効果発動して、木からバンキッシュソウルカードを1枚手札に加えていく。いや強いな、龍炎引きすぎだろ龍炎引きすぎだろ。でヘビーボーガー強えな、やべえ、ちょ相手結構反応強いやつ俺。でヘビーボーガー効果、ジャオロン戻し特殊召喚、はい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 、オッケー、いいでしょう。で、ヘビーボーガー効果1500ダメージ、やばい、これバンキッシュソウルだ、これバンキッシュソウル通称バンキッシュソウルと言われている、あのひたすらにあの相手のライフをバーンダメージで削りまくるというイカれたデッキだなこれ。出た、で龍炎捨てて龍炎特殊で特殊召喚、多分だけどこれジャリュー出てくる、ジャリューじゃねえや、七星龍炎さん、双剣大蛇か、双剣大蛇七星龍炎さん出てきた。で1200さらにぶち込まれていく、やばい、もう残りライフ俺5300しかいねえよやばすぎ、やばい。そして龍炎さんのここでなんか特殊召喚したモンスターの除外と魔法カードの除外があるぞ、まずい、やばいことが起きている。今あと2400削られることが確定している。でヘビーボーガーでさらに1000バー、やばい、え俺ライフ残ってるこれ、待って、やばい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 、死ぬってやばいって、それはゴミカード入ってる、手札からカードをなんか発動するために500ライフ払わなきゃいけないやつやばいってそれはやばい、ちょ待ってくれ、やばい、ヘビーボーガーこいつ、やばい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 、死ぬマジで死ぬ、マジで死ぬ、ちょっとほんまにやばい。24入るから実質俺ライフアーティクス1400、3枚発動して死ぬってこと、3枚発動したら死ぬってこと、マジやべえんだけど、マジでやべえ、助けてくれどうしたんだこれ、あかんくねえかこれ、え、あと2枚でしょカード発動できるの、あと2枚やばい、いやー、それ普通にこれ召喚するのも500ライフかな、いやこれマジでライフ持たんて、ライフ持たんてこれあかんて、ちょ融合するしかねえか、これ火星爆破しちゃうと死ぬんじゃねえ俺、これ火星爆破しちゃうと死ぬわ、ちょっと待って火星爆破しよう、アルビオンとサロニールで融合してバレンロードフューリアスドラゴン特殊召喚でサロニール効果発動で龍炎はもういいもういい、そんなのいい、大丈夫もういいで、フィリアス効果でどうせ除外されるからフィリアスとでこれ火星ですね、これで火星を破壊すれば、いやこれ多分耐えてんじゃねえかこれで、2800であと残り1200パン食らうから、いや耐えてる多分ギリ耐えてる、暗い、よし危ないマジで危ないマジで危ない、ラクイン融合墓地送って断罪で回収か、ラクイン融合墓地送って断罪で回収で、あとバンキッシャーがいるから、バンキッシャーの効果がどこで飛んでくるか問題って感じだよね、あとはバンキッシャーが飛んできて、何が出てくるかだか、あれ何見せたっけ、全然見て、で楽園断罪で楽園融合回収で七星龍炎の効果あと1回飛んでくるから1200番入って1600、いや耐えてる、よし大丈夫だ、いけるぞ、いけるなんとかなる、耐えてる、楽園融合発動マジでバンキッシュソウル希少すぎてやばい、いやー楽園融合が、俺の楽園融合がぐるーいやでもバーは多分これで終わりなんだよな、
場合は多分これで終わりだから、アルビオン出してマジで やばいこと起きとる。で、楽園竜アルビオン融合召喚効果発動で、効果発動して、ちなみにあの破壊されたらやばいモンスターを、バンケッシュソウルモンスターの前に出せば、多分後からもしかしたらラゼンが飛んでくるかもしれないんで、まあ、ラゼンが出てきて破壊されるみたいなことは起きないんで、まあ、一応縦列はケアしていきたいといったところですね。一応出す場所、はい、これはこれでいいか、まあ、フュリアスでもいいけど除外して融合いけ。ルベリオン、まあ、こいつは死んでもいいんで、まあどうでもいいですね。でルベリオン効果発動、ルベリオン効果発動して、てかアルビオン、まあ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 鍵か。さあミラジェイドが爆発していくぜ。うわー、飛剣竜ミラジェイド爆弾、よし、だいぶこれだいぶ耐えてんじゃねえか。盤面返したろこれ。危ねえマジで、死ぬかと思ったマジで死ぬかと思った。いやこれ多分ね、フュリアスから入ったのから多分結構正解だなこれ。さあここでなるほど、それは除外したらいいんじゃない。危険竜ミラジェイド効果、これ戻せなかったら特殊ができないもんね。誰がいいんだろう、マスタードでいいのかな。あでもやべえ、ちょクエム落としちゃったか。リンドブルムとか落としとく。いやこれスプリントでいいか、スプリントでいいわ。スプリント落として、でヘビーボーが除外で出てこれない、ヘビーボーが除外して出てこれないので、バンキッシャーの効果で一応モンスター出せるんですけど、多分これあんま関係ないっすね。でロックオブバンキッシャー効果で昇竜拳が出てきて、昇竜拳はまあいいです。バトルフェーズいきましょう。ミラジェイドを爆発させて殺して全部っぱ入れて OK で効果発動、一応殴っといてダメージだけ与える。でバリウスも死んでミラジェイドぶっ飛ばしてたから、いけるいける大丈夫だ、任せろ。あと手札2枚だ、相手手札2枚はきついだろ。これでエンドフェイズだな。でエンドフェイズ、よし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 、いろいろ発動するぞ。効果で姿勢リメンぶっ殺す。でスプリンド効果よりも先にアルビオンかな、アルビオンの効果でやばいです、あまりにもやばいです、時間がありません、時間がないです、急ぎましょう。いやこれ耐えたでしょ、これ耐えたわ多分マジでマジで危なかった。でラゼン、なるほど、まあ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 、これ処理しちまっていいか、処理しちまっていいな。で今効果発動します。逃げるんだったら逃げてくださいとか、多分もうないよね、多分もうないね、あったら出してると思うか、もうない多分相手。 OK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  もうない、上級モンスター今いませんと。でラゼンがぶち殺されまして、でまあサーチ入れますが召喚権が足りませんと、前にモンスター出てきませんって話ですよね。パンテラ、うざ、パンテラきめえな、パンテラはきめえな普通に。でもこれ上級モンスターいねえからパンテラしょったらおしまいか、任せろ。カルテシアの効果発動、カルテの効果によって直接ミラジェイドでもいいけど、直接ミラジェイドでもいいな、そうするか。アルバスとルベリオンで融合召喚、現れろ飛剣竜ミラジェイド。これがミラジェイド2枚公式の強さ、なんか雑に使っても雑にしょってももう1体出るから、2体入ってれば。で、出楽院の効果、さらにミラジェイドの効果も発動、ミラジェイドの効果によりリンドブルムを墓地の送り、相手のモンスターをゲームから除外し一生着地狩り講座オッケー。で出楽院でさらにメルクリウム回収、オッケー、来たこれ、もう何もできんだろ、よーし危ない危ない、マジで危なかった、殺されるところだった、残り1600ライフやばすぎやばすぎ、召喚効果、いや
通にね、マジでね、実質先行ワンキルみたいなことしてくるからね、あの時結構強いんだよね、決まるとね。バトルフェイズ、よっしゃ対戦ありがとうございました。魔力の枷天才だな。